株式会社チューブの太田英二でございます。よろしくお願いします。当社は一言で言いますと天然芝生の専門企業でございます。天然芝の栽培から販売施工メンテナンスまでやる会社でありまして、現在はですね、この芝生の用途っていうのは小さいところでは幼稚園保育園の園庭、それから小学校中学校等の校庭、グラウンド高校も含めてですね、大学も含めて、そういうグラウンドの緑化、そして、一番たくさん使われるのはやっぱりゴルフ場でございまして、ゴルフ場のグリーン、ティーグラウンド、フェアウェイ、ラフ、全部ですね、全部の芝、その他の公共中ですね、堤防の芝生とか公園の芝生の公共地にもたくさん使われております。でさらに最近ではですね、スポーツグラウンドが非常に盛んになってきておりまして、きっかけはやっぱりサッカーですね。サッカーのグラウンド の天然芝生化ということで、サッカーが普及するごとにですね、盛んに使われるようになりまして、最近では青木のところではラグビーのワールドカップ、これは九州から四国まで、当社の社員も全部のコースグラウンド の検査に立ち会うように頼まれたこともあります。そして最近では、つい最近ではオリンピックですね、オリンピックスの会場にもたくさん芝を供給しております。ちなみにですね、スポーツグラウンドでは日本の国立の一番大きな3つのグラウンドがありますけど、もうそれも全部当社の芝で網羅したということで、ちなみに国立西川サッカー場、チームウェアラグビー場、そして今回はですね、オリンピックの新国立競技場の芝、これ全部とっても芝ですし、例えばプロ野球でも、天然芝を採用しているチームが3チームあるんですけど、それも全部当社の芝で、マツダスタジアムから甲子園から楽天サンドグラウンドですよね、もう全部、そういうことで、いろんなところに芝の需要がありまして、当社はそうですね、生産量も日本で一番たくさん作っている県は茨城県、次は鳥取県なんですけど、2番目が鳥取県ですけど、その両県にまたがって、当社は日本一の生産量も誇っております。あとはですね、芝生っていうと大きく分けると西洋芝か日本芝か、もう一つの方は、冬型の寒い時に栄よく生える芝、それから夏芝ですよね、冬夏、そして西洋芝か日本芝かということで、当社はそれ全部網羅しておりまして、品種シーズンに合わせるとこれも断トツに日本でトップだと思うんですけど、もう250種ぐらいのいろんな芝に分かれております。でそういう芝をですね、使って当社の役割はこの緑の力で日本を元気にする、グリーンパワーですね、このグリーンパワーの力で、普及していくというのが当社の使命でございまして、ぜひですね、この芝生文化を全国に広めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。